はい、な、はい、何ですか。ベネズエラが、とりあえずベネズエラが欲しいんですよね。いや、石油が欲しい。石油じゃあ上げるよ、アメリカから。信用できないので。だって戦争だったらすぐ切られるので。石油、え、石油どっか取れるとこ、ソビエトいっぱい取れるじゃん。ソビエトが輸入できるじゃん。あの、こいつはあんまり出ないんで、実は。てか、こいつ輸出量を絞ることができるんで。あ、そうか、ちょっと何言ってるか分かんないなそう、絞ることができるので、はい。ちょっと何言ってるか分かんないなでも、あれですね、ベネズエラも言うて100ぐらいですよ。だから、ソビエト100ぐらいなんですよね。うん。で、まあ、で、ベネズエラも100ぐらいで、まあ、その2つがあれば、ギリギリ、あの、賄えるんですね。賄える、うん、あの我がドイツ軍も賄えるんですけど、でベネズエラを失うと要するに半分足らない状態。ちょっと待って、うちの国から石油もしかして引っ張ってんの。当たり前でしょ。まだあんま戦車作ってないからね。あ、なるほどね。あ、ぶっちゃけ言うとアメリカはね、ベネズエラどうでもいいんですよ。あ、そうですか。こいつと戦争して経済法を変えさえすればもう用済みなんですよね、ベネズエラは。あ、なるほどね。早めに変えたいと。そうそういうことなんですよ。で、そこにドイツが入ってきてるんで、今ドイツと戦争できれば戦争経済にできるので結構メリット大きいんですよね。じゃあなるほど。じゃあどうしようかな。あ、じゃあ、アメリカ合衆国にドイツ軍が駐屯するってどう。それおかしくありません。で、41年に撤退。本当に守ってくれるのかな。あ、当たり前じゃん。ドイツ人嘘つかない。嘘しかついてねえよ。てめえ嘘しかついてねえよ。お前、ライナント心中してんじゃねえかよ。初手お前嘘なんだよ。いや、あれは不幸だったから、条約が。嘘つけ、お前、この敗戦国のせいに。おお、じゃあ、ドイツ、こういうのどうすか。はい。ベネズエラを解放する。ああ、独立国にする。そう。あ、それいいですね。あ、じゃあそれで、じゃあプラス、まあ、あと口頭で1942年まで不可侵条約、この2つセットでどうだ。そしたら独立保障取りいけそう、ベネズエラが。なるほど。なるほど。おい、不可侵条約あげたよ。おい、不可侵条約あげたよ。ちょっと待ってくれ。何に相談するんだい。もう戦争する気かな、うちの国だ。余裕、うちはそんなつもりはないんですよ。うちは全然そんなつもりないですよ。じゃあなんで不可侵条約結べないのかな。いや、怖いんですよね。何が不可侵条約ですよ。お互い進行できないです。いや、まあ、ドイツ戦場がなんかアメリカと不可侵結んでる間に他の国食ってなんか手が入ったらなんかアメリカに進もうかなみたいな、あの、気を感じるんですよね。不可侵条約ですよ。当たり前だよな。ってなんかどっかが聞こえたんだよ。聞こえたけど。東の方からなんかちょっと余計なこと吹き込むのやめてくる。いやいやいや、もう俺はドイツの心の声代弁しただけ。いや、勝手に代弁しないでくれる。ベネズエラが手入ったらドイツ第三帝国はもう世界のものだ。あ、悪質なプロパガンダやめてくれるかな、スターリック。しかもかなりやらしい声やったな。ベネズエラ手に入れ、ソ連を手にしまえば、アメリカなんてクソ雑魚だぜ。あ、そんなことよりウィーンで音楽聴きたい。全部言ってるな。ちょ、あいつやべえな。ウィーンで音楽聴きたいの。あ、ちょっとあのウィーンの劇場にご就寝やったから、あの人。連れてきたのか。あ、マジで。その後あのお前ビデオにモザイク入れる仕事があるけど、ウィーンのあれやろ、劇場やんやろ。じゃあごめん、ビデオを撮影したあれやろ、あのオペラでウェルカムフックでございます。自分のペースで行ってください。嫌すぎ。早せえや。どうしたんだよお前。しゃべりや、ここでめんどくせえなおい。いいだろう、分かった。はい、いいだろう。じゃあ、はい、ボタン押してください。じゃあ、深し結びましょうか。はいはいはい、じゃあ、そしたら瞬間取り消しますよ。うん。結びましょうか。うん。強そう。待て待て。じゃあ、不可侵条約42年まで1年ごと更新ということで。
あ、別に44年まででもいいんだよ。なるほど。で44年わかりました。いいでしょう。いいだろう。じゃあ、どうぞ。お願いします。その瞬間に、ベネズエラの独立保証取り消そう。お、消えるんかな？本当に消えるんかな？ほら、言うこと聞いて。取り消した、取り消した。ドイツ人は約束を守る。お、ほんまや。ドイツ人は約束を守った。いやー、ドイツ人は誠実だな。ベネズエラの指導者、なんかすごい我関せずみたいな顔してるけど。ほんまや。俺なんか言ってるみたいな感じの顔してるけど。おう、パワードみたいな顔してるけど。コントローラーですか？コントローラーつくんじゃないか。というわけで、1998年工場調査はい、ドイツ第三帝国145です。うおほ、食いすぎ。144個軍事やろな。民事どうしてんねん。お前、民需1ってお前民間経済どうなっとんの？ぶちたぼろよ。もう完全にあれやろ、今日のご飯は弾丸ですみたいになってるやろ。カランカランカラン。ゴーンギョ、ゴーンギョ。上田くんは、133工場や。あ、なんや、わしの1個下か。なんや、銃足らへんや、わしらにも。いやー、トロツキーが工場生産妨害してるから、ちょっと忙しいね。トロツキー万が一だ。拡張するのも大変やね、今。あ、そうですか。そうなんすよ。ただ大変ですね。大日本帝国さん、工場は？え、122っす。おー、結構拡張してんじゃん。まあ、頑張っとんな。招待国でいいっすよ。ありがとうございます。僕は、はい、パックスアメリカーナがいるから、僕はパスな、全力パックスアメリカーナがいるから。どうも、アメリカ合衆国198です。軍事工場が7個も増えました。やったね。198。ああ、これはやばいですね。わ、やだ、怖っ。いいな、アメリカ合衆国はな。インディアも追い出して、こんな国を突き上げた。俺もスラブ人を追い出して、あんな国を作りたいな。こうやって掘り下げるよ。お前の国の9割スラブ人にするぞ、この野郎。やばい、民族浄化される。やったで、ちなみにそこの三枚自宅クソ野郎は三枚自宅クソ野郎ペロ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 、オッケー。工場、イギリス工場、107。おー、増えたな。うん、増えた、民事工場増えてますね。いやー、もう、うち民事で食ってっから。はい、おー。あ、じゃあ、ごめん、ちょっと、君の番。ゾブさん、面白かった、今の。え？ゾブさん、今の面白かった。おもんなさすぎて耳に入ってなかったわ。ひでえ。ワンス。はい。あれ、いいんか？いいよ。あ、そうですよ。終わってなかったの、また。これ、ちょっと、メープル君、君のとこのメープル工場はどれぐらい増えたんだい？ 25 だ。おぉ！おぉ、成長してる。普通に成長してて驚きだよ。え、そのうちの何割が蜂蜜作るところでの、そのうちの何割があれな、メープルにする工場なん？まず4つがメープル工場で、うん、残りの21個はそのメープルを塗るパン作ってるから。メープル足りんの？お前の軍需工場が、お前の中での軍需工場がメープルなのはよかった。なんてメープルに従属した国家や。メープルはね、戦争に必要なものやから、それでうちの戦車も走るし。なんか噂によるとお前の弾薬の弾頭にはメープル詰まってるらしいな。マジかよ、ベチベチ。グリスとか塗らへんから塗るのメープルやから。それはきつくわお前。それガチガチになる。てかまずメープルで走る戦車ってなんの？戦場がすごい美味しい匂いになるね。世界が平和になる。ちょっと羨ましいやけど、ちょっと香ばしい匂いになりそう。とこんがりとね。絶対戦場にはいるな。ああ、俺もね。こっちゅうめっちゃきそうやな。確かに。わ、きそう。ぐちゃぐちゃだよ。まあ、世界はこんなもんか。へっ。はい、じゃあ進めましょうか。はい。はい。